おはようございます、土屋直人です。今回は兵庫県にある天神釣り池に来てます。この池はですね、関西にある池の中でも一番水深が深い池となってます。桟橋もしっかり作られていて、初心者の人が来ても安全に釣りができる釣り場になってます。でそろそろ気温が上がってきて、水温の方も暖かくなってきて、ヘラブナたちが動き出す季節になってきました。なんで春のヘラブナ釣り今回楽しみたいんですが、初めてのヘラブナ釣りの方を、スペシャルゲストで呼んでます。皆さんも一緒にこの動画を見て、勉強してもらえたらと思います。じゃあ今回のスペシャルゲスト、ともちんさんです。よろしくお願いします。おはようございます。はい、ともちんです。よろしくお願いします。お願いします。ともちんさん、今日初めてのヘラブナ釣り。そうなんですよ、めっちゃ楽しみなんですけど、はい、土屋さんとも初めてなんで。そうですね、僕もドキドキしてます。ね、大きいですよね、めっちゃね。大きいかな思いました。大きいかな、はい、こんなでかい使わない。あ、そうですか。はい、ヘラブナ釣りってじっとしてるイメージじゃないですか。うん、であんまり動かないみたいな、暇な釣りっていうイメージがちょっと高いと思うんで、はい、そこは今日は忙しいっていうヘラブナ釣りのところを、はい、体験してもらったらと思います。はい、じゃあ一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞いてくださいよ、私桟橋歩くの初めてなんですよ。あ、これが バージンロード。バージンロードです。いいっすね。ええー、年やけどバージンロードです。ええ年やけど。はい、じゃあ釣り座の方に着きました。やっぱ場所的にもその障害物があったり、こう桟橋の近くっていうのは魚が、多いんで、そういったところに入ると、こういう大会じゃない時とかは好きな場所に入れるんで、そういう場所入る方が魚が初めて来る方とか連れてきた時はいいかなと思います。そしたら準備の方してもらいたいんですけど、はい、これ持ってきたんですけど、これもう早速じゃあ道具開けて、はい、いいですか。はい、道具開けてください。なんかこの中になんかこう浮きとか入ってるんじゃないですか。そうそうそう、その中に、ね、浮き入ってへんし全然。どういうことこれ。え、これどういうこと。何も入ってないんやけど。で、開けたら浮きじゃないんですか。そうそうなんですよ、その中に入ってるわけないやん。はい、え、これは何ですか。それ椅子ですね。これ椅子ですか。はい、え、こうあぐらかいてヘラブナ釣りするんで、はいはい、それを椅子代わりに。おお、コンパクトになってめちゃ便利ですね。そうそう、でもうちょあと5センチ左。5センチ。あ、手前。手前。あ、それで結構なんかうるさいな。いろいろあるんですね。あと2センチぐらい。あ、そうそうそう。あ、それでも。もうこれでもう勝負は始まってる。はい、始まってる。はい、まあ、大体まあ、そんな2センチとかどうでもいい。いいんですか。いいんですけど、ここにじゃああぐらをかいたら。そうそう、あぐらかくみたいな感じ。はい、じゃあ失礼します。はい、お邪魔します。はい、初クッション。初クッション、失礼します。はい、はい、でこれが、カブトムシ。カブトムシ、はい、ぽい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 。閉まったら OK、 動かへんかったら OK。 いけますかね。 OKOK、 はい、 OK です。そして竿を、ヘラブナ釣りって海釣りとかだと竿を持つじゃない。はい、だけどヘラブナ釣りって竿をこうやって置くんで。置くんですね。そう、置くんで、はい、こういう竿を置き、はい、こうつけます。これをこれに。そう、なんかつけ方とか。刺すんすよ。刺す、刺す、ここの。あ、こうですか。そうです、そうです。あー、ほい、はい、はい、って下げていくんですよ。はい、上がっていってない。え、ちょっと。あ、そう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 。あ、OK です。あ、もうこれぐらいでいいんですか。はい、それぐらいで。竿を置いてからあと微調整。あ、はい、OK。 はい、で次竿。はい、読めます。これ、これはもうボケずにいきますよ。上から読んでも下から読んでもサラサですね。あ、そう、あ、すごい、はい、そう言われたらそうです ね。これね、ヘラの竿ってこうやって継ぐんですよ。ほいほいほい。こう普通の竿って出すじゃないですか、はい、のべ竿とかって、はい、こうヘラの竿ってこうやって継ぐんですけど、はい、この遠く持って継ぐと折れるんで、うん、できるだけ近く持って、こうこれ以上入れへんなっていうところまで行ってから、くって1回だけ入れてあげる。繊細なんですね。そう、繊細なんですよ。これこうやってするとね、みんなここで折っちゃうんで、はい、こう近くを持ってグッやる感じで。おで、竿もいろいろあって、はい、このサラサっていう竿は結構ね、ヘラ釣りの竿の中で硬くもなく柔らかくもなく、ちょうど間の何ですかね、オールマイティ的な。オールマイティ的な、硬くもなく柔らかくもないんで、いろんな釣りができるみたいな竿です。へー。で、
値段帯も結構安いんで、はい、初めに1本何買おうってなったらガマカスさんの中やったらこのサラサっていう竿が一番入門モデルみたいな。なるほど、まさにじゃあ今日の私にぴったりの竿ですよね。ぴったりの竿です。でこれヘラの竿って何尺って言うんですよ。尺って言うんですね。尺って言うんです。8尺、かっこいい。8尺なんで分かります？何センチか。1尺が30センチなので2メーター40センチぐらいあるってこと。2メーター40ぐらい。そうそうそう、関西は7尺からで関東は8尺からみたいな。あ、そういうのがあるんですか。微妙に、じゃあ意見によって多少変わるんですけど、そういうのがあるんですけど、まあ大体全国平均でいう。長さはその駅の大きさで決めるのか深さで決めるのか、どういうチョイスの仕方なんですか。例えば今日は宙吊りしたいなってなったら、そこにつかない竿の長さにしたりとか、はいはい、で、まあ、宙吊りでもそのここめっちゃ深いんで、うん、5メーターぐらい水深があるんで、はい、まあまあできるだけ短い方がその初心者の人でも竿扱いやすいんで、うん、だからその最短の竿の長さ、最初はまあサラサぐらいの、まあ、サラサの中でも長さがあるんですけども、長さいっぱいあるんですけど、まあ、今日はこれは8尺で、そう、一番短いぐらいの竿で扱いやすいぐらいの長さ、はい、でもこの時期はもう釣れる時期なんで、うん、短い竿でやってもらいたいと思います。はい、じゃあ初ヘラ竿持ってもらいます。おあ、軽いですね。軽い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 、私ぐらい軽いです、はい、軽い、私ぐらい軽い、はい、私ぐらい軽い。これは置くんですね。置くんです、はい、で置くん、あ、ちょうどいいわ。それぐらい、はい、水の中に竿が他の釣りと違うのはそこも違うとこなんですけど、ちょっとその水の中に竿が入るぐらい。これ竿先突っ込んでるのがすごい、私初めてなんですけど、はいはい、びっくりなんです。突っ込んでるのが、突っ込んでるのが関西弁もろだし刺してるのが、はいはい、刺してるのが、空中に浮いちゃうと、はい、合わせた時に糸が細いんで切れちゃったりとか、はい、仕掛けが絡まりやすくなるんで、はい、だから水に少しつける方が糸も切れにくくて、仕掛けも絡みにくいみたいな。あ、そういう意味があって刺してるんですね。だいたい10センチぐらい使ってたら OK みたいな、はい、これ仕掛けをこうなんかね、こうリリアンって言って、なんていうの、糸になってるんですよ竿の先が。そこにこういう風に仕掛けをつないでやるんですけど、この取り外しができるようにここ引っ張ったら仕掛け取れるみたいな。なんか携帯にストラップつけるみたいな付け方で簡単に付け外しができるようになってるんですね。そう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 、手返しがいいんですね。そう、手返しそうそう、仕掛け交換がスムーズにできるんで。で浮きこんな感じで、これもいろいろトップの太さとか、まあ、結構ヘラ釣りって浮きを見て釣りをする釣りなんで、浮きはと、ね、いろいろ状況に合わせて変えていくんですけど、今日はちょっと冬よりは少し太めのこのトップって言うんですけど、あの先端がついたやつを使ってます。これ細すぎると動きがこういっぱい動くんで、多分ね慣れてない方でどれ合わせていいか分からへんから、ちょっと太めを使うと、あの当たりが分かりやすいかなと思って、ちょっと太めを今回使ってます。今日はやる釣りはちょうちんって言って、竿いっぱいの水深を釣る釣りなんで、はい、浮きがここにあります。でこんな感じで浮き立つんで、竿の長さの水深を釣るみたいな。おお、ちょうどじゃあ浮きの長さ分開けるって感じですか。そう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 、浮きの長さ分開ける感じで、この浮きから下竿と同じ長さに仕掛けがあるんで、竿いっぱいの水深を宙釣りで釣るみたいな、感じ でこれ提灯って、こうなんかね、提灯ぶら下げてるみたいに見えるから提灯釣りっていうらしいです。竿の近くに浮きがある釣り、はい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 、ね、これ提灯釣りです今日は。でこういうふうにこう糸があって、こう重りが、板重りってヘラ釣り以外ではなかなか使わないですけど、こういう感じで板の重り、これくるくるって巻いて、でこれ切って調整していくような板重りがつけてて、でサルカンがあって、今日針が2本、上針と下針とついてて、はい、めっちゃ段差あるでしょ。結構ね、中さん差ありますよね。そうそうそう、これこの差も大事なんですけど、この上に団子つけて、はい、下にそのうどんみたいなのをつけるんですけど、はい、上のバラケをこうバーって団子を打っていって、魚が寄ってきたやつがバラけてる餌と間違えてうどん食べるみたいな。おー、これじゃあ2匹釣れましたってことは。あ、それもある。あるんですか。あるけど基本的には下に食べてくるような釣りだから、まだ夏になってないから上に団子ばっかりバクバク食ってくる時期じゃなくて、はい、その何ですか、バラ団子からこぼれた餌を食べてるぐらいの元気のない、うん、ギリギリの時期なんで、はい、だからこういう風に段差取ってヘラブナを騙して釣るみたいな。
あ、面白い。そう、そんな感じ。この段差も結構大事で、で針の号数とかも結構大事です。ちなみに今日は、今日はこれ上の針、リフトっていう針の、まあ、団子を使う専用に作られてる針の7号っていう針を使ってます。でこれリフトっていう針、結構その太いんで、あの餌がつけやすい。太くて、その懐っていうんですけど、この針の間が結構開いてるんで、はい、餌付け慣れない方でも多少は餌付けがしやすいようになってます。で下の針はコムっていう針なんですけど、こうなんていう、うどんつける専用に作られてる針です。これはね、上の針と違って懐がキュッて狭まってるんで、うどんがなかなか取れなくなってるような針。他の釣りと違うすれ針なんで、はい、そんな感じです。でちょっとね、いつも僕が使ってるのにワンサイズ両方大きくしてるんですけど、はい、慣れてない人でも餌付けがしやすかったりとかっていうメリットがあるんで、ちょっとだけ大きくしてます。はい。で餌落ちメモリ、あの餌なくなったらここが出てくるよっていうのを今から確認します。はい、ピョーンって落として、でもうギューンって沈んでいったじゃないですか。はい、これ重りが多すぎるんで。重いってことなんですね。そうそう、なんでこういう微妙な調整するために板重りが、餌がない状態のこの今浮きの見え方っていうのをセッティングされてるて、ね、そうですそうです。餌がない状態でここまで沈むよみたいな。あ、もうヘラ付いて浮きだけで釣るんで、浮きだけじゃない、餌もあるけど浮きを見て状況判断するんで、もう浮きに情報量が集約されてるって感じですか。そう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 。はい、いけた、いけました。5個目やね。1、2、3、4、5。あ、はいはい、1、2、3、4、5。何もついてない状態で5個っていうことだけ覚えて、はい、今からじゃあ餌作っていきましょう。はい、はい、これ基本なんかこの洗面器的なのはいくつぐらいあったらいいんですか。3つ。3つですか。その 手洗うに入れる水 と、はい、その餌入れるのと、ちょっといじった餌を入れるやつと、いじったやつ、いじったやつ入れるのがないと、こうなんていうの、間違えた時に戻られへんみたいな。硬さの調節とかってこと。そうそうそう。じゃあお願いします。お願いします。そのそれペレットなんですよ。はい、ペレットなんで先に入れて水を、これが50。そうそう、50で、すり切り1杯ぐらい。すり切り1杯。はい、50入りました。ペレット50、そして、はい、それは100。100 50より1個大きいやつ使うと早い。これですね。はい、それです。それ、あ、ペレットなんですけど、はい、粗いペレット、ちょっと粒が粗い。あ、なるほど。じゃ、ペレットペレットですね。ペレットペレット。よいしょ、これで、はい、はい、100入れて、粗いペレット100入れました。紫のこれですか。あ、そうです、それ100。これ100、これですね。これは100。はい、ペレットをまとめる感じの餌です。はい、それも結構粗い風が入ってるんで。あ、これ風ですか。そうそう、風です。結構なんかカラフルなピンクとか緑とか入ってますよね。風、これを100。はい、それ結構そのペレットたちをまとめたりとか、まとめてくれる、餌付けしやすくなったりとかする餌。はい、入りました。はい、で水を150。水は150。それちょっと減らしたぐらいが150。あ、これ減らしたぐらいですか。メモリ書いてるんですよ。あー、そんなもん。これぐらい、はい、はい、を入れます。はい、水を150、はい、カラカラカラっと。これなんか混ぜ方とかあるんですか。熊手で、ふわで、熊手、熊手、はい、それでガシャガシャ。なんかちゃうな。ちゃいます。こうかき回すんで、かき混ぜる。そう、練ったらダメなんですよ。あ、練ったらダメなんですか。練ったら餌ブレンドしたら意味なくなるみたいな。なんか意外とこうビビってますね。はい、え、これ餌、どんな感じですか。こう意外とこう、そんな感じ、そんな感じですか。そのね、結構重いの入ってるから、下に重いの行くんで、下からこう掘り起こすみたいな。おお、もうそんな感じ、そんな感じ。練ったらあかん。ああ、難しい。練ったらあかん。こんな感じで、こんな感じで、でこれ最初にペレットとか、あの粗い風入ったやつを入れて、はい、水を吸いにくいやつを先に今吸水させてるみたいな感じです。これで OK。 それでちょっと5分ぐらい、はい、放置。放置、はい、
で、それで水吸ったんで、はい、はい、そこに、そのバラケマッハ、大きいやつ、はい、を100これを入れる。100、はい、100入りました、はい、で、次セット専用バラケっていう、今のが横に広がるタイプのバラケなんで、はい、そのセット専用、それを100、縦に広がるやつ、はいはい、これも100、はい、もう多分持った瞬間 重いですよ、袋が。あ、なんか他に比べたら。あ、ほんまや、重いんですよ。だからなんか下に下に行く、重い分下に。そうそう、いやーすごい、考えた人偉いですよね本当にいつも思うんですけど、こういうのって見てるかもしれん100入りました。で、そのカルネバっていうネバッとするタイプの、もう名前の通り軽くてネバエサ、はい、それを100。結構ね、なんか1個ネバンの入れといたら、うん、その初めて餌付け方も一番難しいんですよ。あ、そうなんですね。ちょっとそういうネバエの入れてた方が餌付けも楽になるんで、うんうん、まとまる感じなんですか。そうそうそう、はい、じゃあそこから50回ぐらい先みたいにカラカラカラっと混ぜてください、はい、よし。あんまり あれですよね。そうそう、なんかこう円を描くようにこう、お大きくこう、こんな感じで、はい、これでちょっと硬いんですけど、はい、また手水打ちながら使うんでちょっと硬めで、スタートします。これでね、小分けしてもう一個餌ボール、それを3分の1ぐらいこっち入れといて、はい、こんな感じで使ってください。なんで分けるんですか。これね、結構風吹いたり、まあ、この時期風吹いたりしたらこう上が乾きやすいんですよ。特に雨降ったりして濡れたりとか、うんうん、乾きやすくなったりとかで調整して、こう水入れたは入れすぎてしまったとかいう時にこう戻れるんで、こう入れたらみたいな感じで分けて、これはだからなんか調整していくみたいな感じ で戻れるように下に入れとくってみたいな感じです。これがうどんって言われる。そうです。私本当のうどんやと思ってたんですよ。本物のうどんも使うことあるんですけど、はい、まあ、食べるうどんはないけど、今はあんまないけど、はいはいはい、うどんタイプの食わせさみたいな、すごい針刺すんですけど、刺した後にこれ柔らかいタイプのやつはもう一回針先を縫い刺しみたいな感じでしてあげると取れにくいん でこれ問題は餌なんですけど、はい、こうこれぐらい、ちょっと親指の爪ぐらいの大きさをこうだいたいある程度取ってもらって、針刺して針に対してこうギュッギュッと圧を、このギュッギュする回数とかで、はい、こうバラケ持たしたりとかするんで、おー、これをギュッギュ、これが大事なんですよ、このギュッギュが。ちなみに今何回ぐらいされたんですか。もう5回ぐらい、5回ぐらいして餌つけたら、こう今回提灯なんで、はい、前に投げる必要ないんで、この竿先パチャパチャってして、パチャパチャした、はい、パチャパチャしたところにゆっくりこう、もうこんな感じ、ゆっくり落とすだけです。ゆっくり落としていくんですね。そうで、これで OK です。これいきなり餌が難しいですよね。餌漬け30年とか、はい、そこがまず多分、はい、餌付けが一番難しいんで、餌に始まり餌に終わるんですかね。そうですね。でも今日ずっとそのまま終わるんで、ネット終わるみたいな。これで終わる、これではどうしよう、これで終わったら私釣りできるんですかね。あ、だんだんいけてきた。いきますね、ちょっとずつ、ちょっとずつ慣れですね。ほんま慣れです。餌でかいですかね、これね。そうそう、最初は両手で使ってやっちゃってもいいですか。はい、両手でいいですよ。OK です。こんな感じですか。あ、いけた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 。いいですか。はい。最高。お。で、はい、まず、このまま最初は餌は、あ、ごめんなさい、持っとくのは重りの方ですか。そうです。ね、重り、いや、上のバラケットを食わせる間ぐらい。間ぐらいを持って。針ぐらい持って。はい。あ、それぐらいで。はい。で、竿をバチャバチャ。先、バチャバチャ。バチャバチャ。バチャバチャ。で、そこの
できた円のところに入れるみたいな。で、はい。あ、違う。はい、ショート。ショート、ごめんなさい。もう入れ直した方がいいですか？いや、もう一回その前行きます。はい。多分ね、バラケショートしたらついてないから。あ、もう落ちました？沈んでいかへん。っていうのも浮き見て、はい。見るみたいな。あ、ほんまや。ってことは、もう取れてるよっていうことですか？そう、取れてるよってことやから。で、ヘラ釣りって他の釣りと違って、はい、戻ってこないんですよ、クワセ以外。バラケは。もう一回投げたらなくなるんですよ。あ、そうなんですか？そう、それで寄せていくみたいな。あ、じゃあもう一回。もう一回。はい。あ、ほんとや、綺麗に。ないですね。そう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 。あ、オッケー。あー、なるほど。雰囲気分かりました。はい、結構でもこれなんか真剣に楽しむのもいいけど、こうデートとかで楽しむのもいいですよね。喋れるっすよ ね。ヘラ釣りって近いから目合わせられへんけどね。そうそうそう。でも会話楽しめますよね。でも贅沢な時間ですよね。ねね。ですよね。お、今の食ってたら、うん、かかってました。あ、お、もう餌付け全然できてきた。いきますか。うん、早い。また投げた。あ、また投げた。なんかね、遠くに投げた方がこうね、なんかこういっぱい釣れるんちゃうかみたいな、広く探れんちゃうかみたいな、こう思ってしまうんですよね。違うんですね。ばらけちゃうんですよね。ばらけんですね。意外と当たれへん。おお、どこ行くね。合わせる時ってこう優しくとかどういう感じなんですか？でも激しくやったらダメとかあるんですか？そう、激しくしたら糸切れるから、はい、10センチぐらいこう横に、横に、ついついこう上にやっちゃいますね。でも、うん、上にやるとね、糸が魚外れた時も仕掛けが回っちゃったりとか、はい、まあ、横にトラブル多いんですよ。お、ええ感じ。あ、ええ、土屋さん100人一首とか、お、来たー、来たー。これでかい。大興奮、思わずちょっと嬉しくて。これはなんかこう取り込み方とかあるんですか？そうね、ゆっくり、そう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 。で、はい、そうでさ、あの網の中に持ってきてあげる。え、網の中に、いや、これ取り込み難しいですね。そう、難しい。すくってしまいそう。あ、あ、ちょっと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 。はいはい、あ、入った、やった。で、そのまま竿を上げたまま、竿を上げたまま、はい、竿を上げたまま、その網の入れる、入れる。ちょっと、ちょっと入んないです、やばいです。えい、入れる、やったー。で、右手で、はい、竿を張り外す。右手で竿を持ったままですか？はい、竿を持ったまま。そう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 、右手で針をピッて反対に返したら、はい、外しました。はい、オッケー。おー、やったー、やったやりました。ヘラがびっくりしてやりました。やった、私の初めてのヘラブナ、おめでとうございます。嬉しい、かわいい、ありがとう。いや、やばい、これやばい、もう楽しい、めちゃくちゃ気持ちいいですね。決まった瞬間ズバッていきましたね。ねえ、嬉しい、ありがとうございます。やった、ヘラは大丈夫。あ、いけますか、はい、ありがとう。うおやばい、嬉しい。はい、よかったです。一匹釣れました。すいません、絶対今ね、一周でして皆さんビビビ出してしまったかもしれない。よかった、釣れた。釣れました ね。ちゃんと当たって自分で合わせてね、はい、釣りましたね。いや、嬉しい、坊主免れました。おめでとうございます。ありがとうございます。ね、こうなんか釣りってこうね、最初の一匹釣るまでが、そうですね、ね、プレッシャーで、一匹釣れたら一気に気持ちが楽になりますもんね。ですね。さっきね、なんか思ったんですけど、こうバーンって合わせじゃないですか。はい、なんか土屋さんとかね、
100人一首の大会とか出たらめっちゃこうなんかいい成績出しそうですよね。あ、ペッてね、はい、パーンってこう。確かに100人一首向いてるかも、減らずにうまい人、ね、おお元気元気、白いヘラや。あ、綺麗綺麗で、こうやってなんかね、網動かさんと、はい、こうヘラをこう網に持ってくるみたいな。網を救いに行くんじゃなくて、そう竿でこう、そう網に入れる、運んであげる感じですか。で、これこの竿を置いて、はい、針外したら絡んじゃうんですよ。ほう、ぐちゃぐちゃって糸緩んでるから、うん、なんでこう竿、糸をテンションかけたまま仕掛け持ってこんな感じで、これで針外す。あ、糸を張ってテンションかけて絡まんようにして外したり、外すといっぱい釣る時でも絡みが少ないから、トラブルが少ないからいっぱい釣れる。早く外してあげた方が魚にも優しいですね。ちょっと太ってますね。綺麗、ありがとう。これアベレージサイズ、アベレージですね。ありがとうございます。かわいい、いい顔してる。こうやったらヒレ立つんですよ。あ、それでこう揺らしてあげるんですか。これ料理番組でよくあるおいしそうに見せるような感じの。そうはい、ありがとう。綺麗ですね。綺麗でした。浮きが沈んだからすぐ合わせるってわけではない。そのいい当たりは合わすんですけど、当たりはある程度魚がもういっぱいおるんで、もう一応でもスッとスンと入ったやつに合わせる感じですか。そうそうそう、基本カチッとこう、はい、節のあるというか、はい、勢いの鋭い当たり。来た、だった、来ましたよ。作ってるか。はい、来ますよ。ほら来てるわ。でかい、でかい。 おめでとうございます。ありがとうございます。お、さっきのできるか。さあ、大きい。おお、いいサイズ来ました。でかい、いいサイズ来ました。こっからのこう入れて、で右手で糸持つ、竿を置く、糸を張ったまま、で針を外してあげる。そう。あ、外れました。外れました。はい。オッケー。うわ、ちょっといいサイズですよ。それでかい。今めちゃくちゃAサイズ釣ったんですよ。今めちゃくちゃAサイズ釣って綺麗な子やったんで、見せてアピールしようと思ったら帰ってきました。あもう一匹さらにでかいの釣ります。はい、もう一匹。今日一かもしれない今のね。うん、今日一かもしれない。いや、もっとおる。おりますよね。すいません。行きましょう。次。あ、でもなんかちょっと合わせは分かってきたような気がします。ちょっと、はい。お、鳥がはしゃいでる。釣れるんちゃう。でも多分ね、バラケ抜けてるから一回大きくバッて誘います。はい。誘っていいんですか。一回、はい、大きく。ピャン。あ、大きすぎる。え、ちょっと。浮きがね、出えへんぐらい。あ、出えへんぐらい。ボディが出ないぐらい。で、一回誘って、リアクションでくれへんかったら、もう上げて。あ、もう今上げていい。はい。はい、次つける。はい。お。おお。おお。釣れました。さすがです。さすがでございます。はい。はい、色白系。バラケ抜けてからちょっと待ってたらピッて当たったみたいな感じですね。今ちょっといろいろまだ試してるところです。どのタイミングで釣れるかとか、バラケついてる時に釣れるんかとか、抜けてから釣れるんかみたいなのをちょっと見ながらやってます。さっきここで当たった。おお、さっきと一緒。うぅ、綺麗ですね。綺麗ですね。はい、ありがとう。綺麗綺麗。簡単に釣れますね。釣ってました。ありがとうございます。ダブル係。釣れた。
入っていきますね。多分ギュッギュッてしすぎてるかも。お、当たった。あれ当たりですよね。当たりですね。今の当たりでした。あ、握りすぎてますか。握りすぎで、その握りすぎてどうしても入るんやったらもう一回また水入れて、手水、餌に入れて調整、うん、ほうほう、はい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 。このね、ヘラブナ釣りってこう何匹か釣ったら張り替えてあげた方がいいよとかあるんですか。あ、ナイスナイス。ただ、うん、その他の釣りに比べてめっちゃこまめに張り替えますね。あ、やっぱ張りは変えるんですか、うん、あのかかりが悪いとかそんなんじゃなくて、動きを見て、はい、ちょっとこうふわふわしすぎて浮きに当たりが出てないなとか、ワンサイズ重くしたりとか、そういう意味で針のチェンジをするってことですね。いきましたか。お、来たー、来ましたよお、さあ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 、今度は大きい大きい大きい、ちょっと A サイズ、大きい大きい、カモン、うい、やったー、おめでとうございます。嬉しい、今度は落とさへんで。やりましたね。やりました、嬉しい。今日一、今日一、綺麗ですね。綺麗ですよね、はい、サイズアップ、サイズアップ結構ぽってりしてますし、もうだって1時間経ってないのに 3,4 枚ね。ねえ、嬉しい、おめでとうございます。ありがとうございます。何これ、きたー、おお、気持ちいい、うまい、ありがとうございます、うまい、ありがとうございます、うまいの言葉いただきました。お、白い、やっぱ色白、色白ですね。しかもね、今日スレないですよね、全部食ってる、嬉しい、よちゃー、やりました。成長しましたか。ただいや、でもここ、こっから、こっから、ここ、これが、これが難しいんですよ、これ、これ、これこれが、ちょっと待ってちょっと待ってほんまに難しいんですけど、これ 網の後ろ持ちすぎやから。持ちすぎですか。じゃあ、ともちさん、今日浮きも動いて初めてヘラブナ釣り来て、自分で合わせて1枚というか結構な数釣れてよかったですね。いや、めちゃくちゃ楽しかったです、ね、でやっぱ初心者でもこうやって楽しめるんですね。そうですね、うん、やっぱ、うん、今日って全体的に見てどんな感じなんですか、ヘラブナの釣りとしては。やっぱ魚がある程度いっぱい暖かくなってきて浮きには寄ってくるんですけど、うん、なかなかその完全にこう元気いいよっていう感じじゃなくて、まだ春なんで、うん、まあ、寄ってくるけどなかなか食えへんっていうところで、しっかり友人さんみたいに餌持たして、あの釣っていくと当たりが出るみたいな感じでしたね、はいはいはい、だからしっかりは餌は絶対一回入れて当たりを取っていくっていうのが大事な感じでした。いや、でまさにこれからね、活性も上がってくるし、はい、楽しさが広がっていきますね。そうですね。じゃあ最後に1枚バシッと釣って終わってもらいましょう。どこを見せて終わりますよ。はい、はい、お願いします。やっぱ白っすね。白ですか、やっぱり。ちょっと重すぎるからって感じ。お、いい当たりやった。先釣っちゃった。いやお、完璧ですね。あー、お前、急がな急がな。いや、ちょっと間に合う。ハエすごい、なんか知らんけど。来たよ。来ました。来た。やったやった。食ってるか。あ、食ってる食ってる。コンコンしてる。いい、バレませんように。これでダブルヒットしたいのにね。お、カモン、いらっしゃい。おめでとうございます。やったー、釣れた。やったー。入られへんか思った。さあ、土屋さん待ちですよ。俺あかんかもしらんな。ギリギリ今やねんけど。あ、釣れた。来たー。釣れてもうた。食ってるわ。来ましたね。ちっちゃ。負けた。負けた。あれ、これ大きさ勝負でしたっけ。大きさ勝負、もう微妙にやってるかもしれへんから。負けた。やった、嬉しい、ね、お待たせしました。はい、だって私がこの1匹釣るまでに何匹釣りました。10匹ぐらい待ってました。さすが腕の差。はい、でも結構綺麗、そっちの方が綺麗ですね。ね、
私の方が綺麗ですよ、ね、長いのはこっちやけどね。ねえ、いや、ドローやな、はい、いや、でもめっちゃ嬉しい、ね、最後に2人とも連れてね、ね、よかったですね。ありがとうございます、はい、そしたらまた今後もやっていくと思うんで、ガマカツムービーの方チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。